駅前通りの外れにある資材置き場だったが、しかし通信で呼び出したかと思えば、こんな夜中に一人で来いとはな。警察のガキどもが一体何様のつもりだ。多分共和国方面の最終列車ってところじゃない？マジ？こんばんは、バルド。なかなかいい夜だね。月が濡れたように輝いているよ。てめえ。そうか、そういうことだったのか。警察のガキどもをかたって俺をはめたってことかよ。そういうことなら話は早い。怠慢なら望むところだ。ここでケリをつけてやろう。僕としてはそれでも依存はないけれど、あいにく僕も君と同じくこの場に招待されたゲストでね。何？ほら、来たみたいだよ。てめえら。すまない二人とも、待たせてしまったみたいだな。お招きに預かり光栄至極。約束通り、さぞ面白い話を聞かせてくれるんだろうね。面白いかどうかはともかく、興味深い話ではあると思う。早速聞いてくれるか。ちょっと待ちやがれ。面白い話だ。一体何を言ってやがる。バカだな君は。な、5日前の夜、旧市街で起こった2件の傷害事件、その真犯人の目星がついたって話に決まってるじゃないか。何？驚いた。あなたの方も疑っていたようですね。まあ僕も最初はメンバーの勝手な暴走かと思ってたんだけど、よくよく状況を整理してみると、どう考えても不自然じゃないか。バイパー側にしてもそれは同じ。まあ僕の推理はそこで止まっちゃってるけどね。そうか、だったら話は早そうだ。バルド・ヴァレス、いろいろと不審なことはあるかもしれないけど、まずは一旦こちらの話を最後まで聞いてくれないか。チッ、手短に話せ。もしくだらねえ話だったらその頭をかち割ってやるからな。これが現時点での情報を組み立ててみた推理だ。率直な感想を聞かせてほしい。やれやれ、参ったね。まさかマフィアなんかにそこまでコケにされてたとは。それじゃあ今の話納得してくれたのかしら。納得も何も、前にルバーチェの使いが僕たちのところに来てるからね。いい目を見させてやるから、うちの下で働かないかってね。もちろん鼻で笑って追い返してやったけどさ。そうだったのか。決まりだな。バルド、君のところはどうだい？やっぱりマフィアの勧誘があったんじゃないの？ああ、一月くらい前にな。あまりに舐めた話だったから脅しつけて叩き出してやったが、まさかここまで舐めた真似をしてくれるとはな。ラジ、てめえとの決着は延期だ。マフィアだろうと関係ねえ。まとめて叩き潰してやら。ちょっと。
点低すぎです。落ち着いてくれ。下手にそんなことをしたら。ほんとバカだな。何？マフィア相手に喧嘩して勝ち目があるわけないだろ。下手に乗り込んだところで蜂の巣にされるのがオチだろうね。それやってみなきゃわかんねえだろ。あのね、君はいいとしても君の可愛い舎弟たちまでそれに巻き込むつもりかい？ならてめえはどうなんだ。ここまでコケにされて仲間をやられたままでおめおめと引き下がれんのか？そんなわけないだろう。今回の件、関わってるのはマフィアでもごく一部のはずだ。ならそいつらにのみ落とし前をつけさせればいい。報復もできないくらいきっちりと筋を通した上でね。バルド、君にも協力してもらうよ。お前、ちょっと待ってくれ。何をするつもりだ？あんまり不穏なことは。ああ、心配しなくても君たちにも手伝ってもらうから。君たちの任務は旧市街での事件を解決すること。だったらマフィアが今後僕たちに余計な手出しをしないよう言い含めてやる必要がある。どう？違うかい？それはどういうこと？よくわかりませんが。なんかロイドのやつ取って食われそうだな。あんな面白い推理をわざわざ披露してくれたんだ。責任を取って最後まで付き合ってもらうよ。3日が過ぎた。一触即発だった不良たちの争いはそれから一度も起こることはなく、旧市街は不自然なほど平穏な雰囲気を取り戻していた。そして、静かなもんだな。あそこまで仕込んだのにどうして潰し合いが始まらない？最後の一押しが足りんだけさ。導火線に火がつけば勝手に潰し合いが始まるだろう。バイパーとテスタメンツ、どっちのガキでもいい。目についたやつをやるぞ。くれぐれも姿を見られるなよ。バイパーならスリングショット、テスタメンツなら背後から一撃だ。ああ、狩りの始まりだ。ウサギを一匹っと。あっさりかかってくれたな。時間はない、とっとと痛めつけるぞ。ただし殺さない程度には。悪く思うなよ。させるか。何？まったく、まさかここまで見事に引っかかってくれるとはね。こいつ現行犯逮捕と行きたいところだけど、微妙におとり捜索最新、今回は観念するしかないか。まさか警察の人間か？彼はあくまで助っ人さ。
おーおお、本当に引っかかるとはな。なかなかの耳ですね。ロイド、大丈夫？ああ、無傷だよ。念のため防護クッションを頭巾に仕込んでおいて助かった。まさか俺たちの存在を嗅ぎつけられていたとは。さてと、どうする？お兄さんたち、この場で投稿するなら多めに見てもいいけど、それとも今度はあんたたちが狩られてみる？ちっ、盾に分かれるぞ。待て、二人ついてきて。おい。ロイド、どうするの？ランディ頼む。エリーとティはもう一組の方を。合点承知の助だ。了解です。くそ、まさか腰抜けの警察が出張ってきてるとは。こうなったら一旦戻って応援を。待て、この失態赤頭にでも知られちまったら。まあいい、とにかく俺たちだけでも先に。どこに行くんだ？なあ、いつの間に。次ですね。ええ、あとはロイドたちの方ね。し、マヌケが。仕方ない、抜け道を使うぞ。ご苦労様。いつの間に。くそ、下だ。ここまでだ。飛んで火にいる夏の虫ってやつだな。くっ。鬼ごっこは終わりだよ。そろそろ観念したかい？ガキどもがいい気になりやがって。俺たちプロを本気にさせたことをせいぜい後悔させてやる。どうやら一戦交える必要がありそうだね。君たちの援護期待してもいいのかな？そっちこそ足手まといになるなよ。来るぞ。任せろ。行くぞ。僕の番か。
やれやれ。ガキどもが。さすがに手ごわかったな。最新の軍用拳銃を使ってやがったな。多分帝国製だろう。密貿易で扱っている武器の一部ってところかな。それにしても君の演技もなかなかだったね。あの倒れ方、どうに言ってたじゃない。あんな作戦を伝えられたら協力しないわけにいかないだろう。おとりなんて役目、他の誰かにやらせるわけにもいかないしな。まあそれでヤバいおとり役を買って出るんだからな。お人よしっつうか、利用されるタイプっつうか。悪かったな。そんなお人よしじゃこの先大変だと思うけどね。まあそういうタイプは個人的には嫌いじゃないかな。え、ともかくこれで落とし前をつけることができそうだ。君たちの協力に感謝するよ。ガキどもが調子に乗りやがって。やっちまったな、ガキども。俺たちルバーチェを本気で怒らせちまうとはな。警察のガキどもも同じだ。こっちには偉い議員先生もいる。ただで済むと思うなよ。こいつら。うわ、どうやらお仕置きが足りなかったみてえだな。全員サンドバッグみたいに吊るして血だるまにしてもいいんだぜ。待ってくれ、さすがにそれは。まあまあ、ここは僕たちに任せてよ。バルド、あまりやりすぎは良くない。このお兄さんたちだってプロだ。あまりメンツを潰しちゃったらなりふり構わなくなるんじゃない。お兄さんたちだって表沙汰にはしたくないだろ。僕たちガキども相手にプロがちょっかいかけた挙句に返り討ちにあったなんて、みっともなくて上には報告できないよね。ふざけろ。その気になればいくらでも。いやー、さすがにここが引き時じゃないかしら。グレイスさん、どうしてここに。実はこの数日君たちの動きに注目してたのよ。そしたら予想通りいろいろやらかしてくれるじゃない。いやー、なかなか面白い記事が書けそうだわ。てめえ、雑誌社ごときがルバーチェ相手に。まあうちもいろいろあるから名前は出せないと思うけどね。でもこれ以上みっともない真似をしたらどうなるかわからないわよ。いいだろう、この場引いてやる。だがもし約束を破ったら。はいはい、分かったわ。あなたたちこそこれで手打ちっていう約束はちゃんと守りなさいよね。これ以上一線を越えたら遊撃士が出張ってくるかもよ。なっ、え、実はこの件
アリオスさんが介入するつもりだったらしいの。でも多忙だったらしいし、あなたたちが先に介入してたから今回は譲ってあげたんですって。そんな。また手のひらの上ってか。みたいですね。バカバカしい。アリオス・マクレイン相手にこんなケチなことをやってられるか。これ以上この薄汚い場所に用はねえ。引き上げるぞ。やれやれ、風の牽制アリオスか。噂だけは聞いてるけど、あそこまで効果てきめんとはね。気に食わねえな。ああ、いい、今回の件はこれで終わりだ。お前ら引き上げるぞ。オス。君たちもお疲れ様。これにて任務無事完了かい。ああそうだな。もともとは君たちの喧嘩を止めるのが任務だったけど、今後はもうお互い争わなくて済むだろ。え、何言ってるの。え、マフィアが絡んでいようがいまいが、バイパーとの関係は変わらん。お互い目障りというのは変わるわけではないからな。全員揃っての潰し合いはさすがにやらないだろうけど、普通の喧嘩や小競り合いはこれからも続けていくだろうね。ちょ、待ってくれ。大ごとにしたくなければまた介入してきたらどうだい。なんだったらそのまま喧嘩に参加してくれてもいい。君たちなら大歓迎さ。あのな、あんまり冗談には聞こえないんだけど。それではいい夢を。行くよ。聖戦終了。撤収する。よう。懲りない人たちですね。血の気の多い連中だし、喧嘩くらいは仕方ないかもな。そうみたいね。今回の件に関しては解決でいいんじゃないかしらね、ロイド。そうだな。ちょっとばかりすっきりしない気分だけど。自分たちの力だけで解決できた気になれない。どんな気分ってところかしら。小さいわね。必要とあらばためらわずに他人の力も借りて、より大きな真実をつかみ取る。それができてこそ一人前の捜査官じゃないの。あなたのお兄さんみたいな。お姉さんも撤退しようかな。そろそろ肌の年齢が気になる年頃なのよね。それじゃおやすみなさい。お前の兄貴結構知られてるみたいだな。なんだかとっても優秀な人だったみたいね。推しの強さと行動力だけはピカイチだったみたいだしね。任務完了だ。支援課に戻ってセルゲイ課長に報告しよう。話は分かった。新人にしちゃ頑張った方じゃねえか。内地へ絞っていろいろ考えたいみたいだしよ。一応褒めてるんだよな。しかし今回の一件でお前らにも見えてきただろう。このクロスベルって場所の厄介な側面が、
それは。まあ、確かにちょいと面倒くさい場所みたいだな。様々な暗部やしがらみ、大人の事情の温床って感じです。そうね。警察本部の連中だって決して無能ってわけじゃない。賄賂を受け取ってるようなバカ野郎もいるみたいだが、多くの捜査官はそこそこ優秀で自分なりの正義感を持ってる連中だ。だが有形無形の壁がある。マフィアの利権とつながっている議員や役人どもとかな。どうだロイド、警察辞めて遊撃士にでも転職したくなってきたか。いえ、そんな事情があっての特務支援課でしょ。ほう。人を守る遊撃士の理念は確かに素晴らしいけど、それだけじゃ解決できない問題もある。密貿易に違法な武器取引、盗品売買にミラロンダリング、そしてマフィアと政治家の癒着、どれも遊撃士が直接的には介入できない問題です。確かに。支えるコテの力にも限界はあるということですか。でも警察なら本来それが可能なはずです。現実として様々な壁が立ちふさがっていたとしても、そうした壁を突破できる可能性はゼロじゃないはずだ。なるほど。ここならその可能性を見出せるかもしれない。つまりそういうことね。ああ、ちょっと楽天的すぎるかな。現実はそこまで甘くないと思いますけど、ただどんな可能性もゼロではないのは確かです。やれやれ、不良のヘッドと怠慢張ったり、危険なおとり役を買って出たり、真面目でおとなしそうな面して大した熱血野郎だぜ。別に熱血ってわけじゃないと思うけど、でも今回みんなと一緒に仕事をしてて改めて思った。お互いまだまだ未熟なところはあるだろうけど、このメンバーだったらどんな壁も力を合わせて乗り越えていけそうだってね。ロイドなんつうか臭すぎです。そんな笑わなくても。さすがに夢見すぎですか。ま、いいんじゃねえか。特務支援課が設立されたのはいろいろなしがらみによるもんだが、その場所をどう利用するかはお前たちの自由っちゃ自由だな。俺は直接お前たちに力を貸すことはないだろうが、やりすぎちまってもお偉いさんに睨まれないよう煙に巻くくらいはしてやるよ。課長要するに放任主義ですか。たく、話がわかるんだかいい加減なだけなんだか。というよりただ面倒なだけでは。ま、ずるい大人だからな。特務支援課が単なる遊撃士のパクリで終わるか、それとも新たな可能性を見出すことができるのか。俺はタバコでもふかしながらせいぜい眺めさせてもらうぜ。さすが皆さんです。さすが皆さんです。おめでとうございます。ラン